近くでイベントがあるということで出かけました。茨城クラフトフェア2023です。こちらではバンド演奏も行われていました。このイベントも毎日行っている温泉の掲示板で知りました。受付でこの絵はがきと会場案内のパンフレットをもらいました。クラフトの出店ブース113点、食品ブース11点、その他筑西グルメフェアとしてキッチンカーが9店舗あります。一周回ってみます。
つもりで来たのに、欲しいものが何点かありました。ちょうどお腹も空いてきたので、食事をして購入するか考えます。せっかくだから何か珍しい料理を食べたいと思います。ここに中華丼や麻婆豆腐丼などありました。ご飯物はカレーです。ここにローストビーフ丼がありました。珍しくないですが、これにするかな。そう思っていたら、隣の店がフォーの店でした。しかもトモヤンくんのフォーでした。珍しいし、並んでいる人も少ないので、これにします。ここで食べます。すごく酸っぱいけど、今自分が欲していた味という感じで美味しいです。トモヤンくんの方もそれぞれ一度だけ食べたことがあります。その時はそれほど美味しいと思わなかったのですが、今日はすごく美味しいと感じます。でもトモヤンくんはタイ料理、フォーはベトナム料理、ならばこれは何料理なのだろう。ごちそうさまでした。せっかく来たので、何点かクラフト品を購入します。すでに桜が開花しています。この帆船は欲しかったのですが、5000円くらいするので諦めました。
目的の場所に到着。この猫の小皿が欲しいのですが、デザインで誰にするか悩みました。これにします。家に帰ってからもう一つくらい購入しておけばよかったと思ったくらい気に入っています。1200円でした。その他置物も欲しかったのですが、それは我慢しました。次の目的の店に到着しました。ここでも一つ購入しました。これも1200円でした。そしてこれも購入するつもりで切ったのですが、冷静に考えて置き場がないので今回は諦めました。でもすごくいいデザインです。ちなみに道路で新芽に水を差している置物が欲しかったです。このハムスターの置物も欲しかったですが、すぐになくしそうなので諦めました。1時間ちょっとの滞在でしたが、すごく充実して良い気分転換になりました。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価をお願いします。